青木博則は日本の実業家。メンズ、レディースファッションの青木ブライダルのアニベルセルエンターテイメントの開発フロンティアを中心とした青木グループの創業者。青木ホールディングス代表取締役会長。公益財団法人青木財団の評議員、名誉会長。1938年9月、長野県長野市篠野井で米国賞。 青木商店の長男として生まれる。太平洋戦争後の1946年、父親が七夜を開業するも、行き詰まる。長野商業高校卒業後の1958年9月、数ある七流れ品の中で自分が着用し理解できる洋服の販売を決意、弟、青木宝級と共に、個人商店、洋服の青木を創業。 七流れ品の背広の行商をスタート。1965年7月、第1号店篠の駅前店開店。その後に店舗開店するも赤字経営が続く。地域一番店の立地を探し、1971年11月、長野駅前店開店。黒字経営に転換し、生活のためのビジネスが終わる。以後、世の中のためになるビジネスを決意。 経営理念を確立。当時、一着がサラリーマンの月給に匹敵する価格だったスーツを毎日日替わりで着られる、要新士服の流通革命を実現。厚見俊一氏主催のペガサスクラブで、チェーンストア理論を学ぶ。1976年8月、青木ホールディングス設立、同社代表取締役社長就任。1979年12月、 郊外型第一号店として、長野市に長野南高田店開店。本格的なチェーン展開スタート。1986年11月、本社を横浜市鈴木区に移転。1991年9月、東京証券取引所市場第一部へ上場。1998年、アニベルセル株式会社、株式会社開拓フロンティアの2事業を創業。 2008年、純粋持ち株会社体制に移行。2010年、代表取締役会長に就任。2011年、文化、教育振興を目的とし、公益財団法人青木財団設立、評議員、名誉会長就任。2014年、根樹法省受賞。2016年より新日本フィルハーモニー、公共学団評議員を務める。2020年、 新米賞受賞。趣味は美術館賞。特にマルク・シャガールの作品を好み取得。代表作、アニベルセルはブライバル事業の施設名の由来にもなった。公共性の追求の一環として、2011年の台北国立故宮博物院にて開催された中華民国建国100周年記念展覧会、シャガール展ほか各美術館の様々な シャガール店に作品を貸し出し、協力。何があっても、だから、よかった PH。php 研究所、二千十三年。株式。会社青木ホールディングスハット abcdefghi 青木ホールディングスマイナス沿い。企業情報。株式会社青木ホールディングス。ir a、OK I。a o k i h d c o jp。二千二十年八月十六日閲覧。 abcdefgh, アオキホールディングス有価証券報告書 ir ライブラリー株主、投資家情報株式会社アオキホールディングス i r a o k i h d c o j p 2020年8月16日閲覧アオキホールディングス会長アオキヒロノリ日本経済新聞電子版2020年8月16日閲覧 公益財団法人青木財団。AOKI-ZAIDAN.OR.JP2020、OK、年8月16日閲覧。平成26年7日7日付官報、財団概要、事業運営公公。公式新日本フィルハーモニー公共楽団。公式新日本フィルハーモニー公共楽団。公式新日本フィルハーモニー公共楽団。ニュージャパンフィルハーモニック。 2020年8月16日閲覧。2020年5月30日付品の毎日、新聞、何があっても、だから良かった人間を磨き、核を高める k p h p 研究所。2013年9月7日、286ページ。ISBN4 億5698万 1476X。ありがとうございます。